ただいま、有望な7名の新入団選手から、準備表の転入届を受け取らせていただきました。7名の新入団選手は、この鎌ヶ谷で、もう素晴らしい、野球しかすることのない環境ですので、この鎌ヶ谷で、基礎をみっちり鍛えていただいて、早いタイミングで一軍で、バリバリ活躍していただきたい、そういうふうに思います。栗山監督からは、特に、清宮選手をはじめとする高卒のルーキーの選手に対して、野球に全ての勢力を傾けるようにということで、20歳までは恋愛を禁止すると、恋愛禁止の指令が出されているということであります。鎌ヶ谷市としてもこの監督の方針に全面的に協力したいと、思っております。報道によりますと、鎌ヶ谷にいる間に選手に悪い虫がつかないように、鎌ヶ谷市の中高年の女性の方々によって親衛隊が結成されたということも報道されております。鎌ヶ谷市といたしましても、新入団選手がもう全ての勢力を野球の練習に打ち込むと、そういうそれ以外することがないと、そういう環境づくりにですね、全力で協力していきたいと、そういうふうに思っておりますので、